海と日本。今年3月、神山草市の干潟である活動が行われました。それはアマモの苗の植え付け。種から育てた海藻のアマモを海に移植し、年々減少しているアマモ場の再生を目指すもので、天草漁協と日霊フレッシュ、福岡魚市場の3社が共同で取り組んでいます。この日植え付けた苗はおよそ3000本。成長してアマモ場が増えると魚や貝の住処になり、豊かな漁場を維持することができます。漁獲量としてはもう年々減ってきているんで、まあ、このアマモで小さい魚の住処を作って少しでも貢献できたらなという思いで始めました。このアマモ場の再生活動を呼びかけたのは、水産品などを扱う日霊フレッシュの皆さん。長年にわたって環境保全活動に取り組む中、去年6月から命の海プロジェクトを始めたそうです。命の海プロジェクトということで、この有明のですね、アマモの再生活動に貢献できないかと、まあ、我々にとってできることは本当にわずか小さなことだと思いますけども、海にこういう大切なものをですね、自分の体を持ってやってみるとですね、よりこう活動の大切さをですね、まあ、身をもって体感できたかなと。アマモ場はたくさんの生き物を育む海のゆりかご。今後数年かけてさらに増やしていく計画です。海と日本。